Hikari, 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 h
光よ、大いなる光よ、あなたはキリスト、あなたは愛、全被造物はこの光の中に命を得る。光、光、大いなる光よ、あなたは愛、キリストの愛、光を見た者は光とされる。聖なる方よ、聖なるクリスマスイブ、私たちは暗闇の中で大いなる光を見ます。どんなに暗闇が強くても真実は光、光、光、キリストの光こそ勝利。大いなる光に感謝、感謝、感謝。キリストの光に栄光が永遠にありますように。アーメン。
御光世に来たりて、御光世に来たりてと、この一節の賛美がここに、そして全地にあふれます。神の御子よ、この地にお生まれくださってありがとうございます。光なる神がこの地に来てくださった、あなたが来てくださらなければ私たちは光を知らなかった、愛を知らなかった、生きる喜びを知らなかった。主よ、本当にお生まれくださってありがとうございます。あなたの愛が、癒しがここにひたひたと満ちていました。いや、満ち続けています。光があるのに、まだこの光を知らない人に、闇はないのに、あたかも闇にとどめられているような人に、物に、あなたの光が来たことを、あなたの光が勝利したことを伝えてください。そしてすべてのものが一人残らず、一つ残らず、あなたの光の中で癒され、愛に満たされ、喜びに生きるものとなりますように。御子をこの地に送ってくださったあなたのクリスマスの願いが、すべてのものの上になりますように。この礼拝を感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。愛の御子が
愛の御子が今宵生まれ、我が内深く喜び満ちる。イエス様がお生まれくださったことを知ると、それだけで喜びが満ちます。私は今年ほど御子のお誕生を嬉しいと思う時はありません。きっと今年はもうコロナをはじめとして厳しい年だったからだと思います。巫女のお誕生を、なんかもう私の全身が、いやもう内臓も、もう血管も、いやもう細胞の一つ一つが喜んでいるのが分かります。私の体だけではない、私の内なる悲しみや痛みも喜んでいる。どうして分かるかというと、賛美によって分かります。なんか賛美をする喜びが例年になく大きいと感じています。ピーター先生が来られて共にイブ礼拝ができることも嬉しいです。私はこの神がお生まれになった、そして十字架に命を捨てられた、そして今も生きておられるというこの事実がどんなに喜びであり癒しであるかというのをずっと知ってきました。でも本当に今年ほど何かその神の愛を知らされる時はないと思っています。私はこの全てのものがね、作られたのは神を喜ぶため礼拝するためだと信じています。礼拝の中にもう神様の愛が一番に表されるからですよね。で、神はその愛を知ってほしい、いやその愛に生きてほしい、それを願って御子をこの地に誕生させてくださったのだと思っています。巫女がお生まれにならなければ、いや神は愛であるということを知らなかったら、私は生きてはいない。いや私だけではない、全ての作られたものは本当には生きてはいないと思っています。神の願いは生きよ、生きてほしいにあると信じています。今年コロナウイルスが世界に広がり始めた頃、生きよという賛美が与えられました。本当になぜ今さら生きよなのかと思ったのですが、神は生きよと願われた。息をしていることだけではないですよね。喜びに生きてほしいと願われたって、そう思いました。そして生きよの賛美はもう次々と与えられて、なんか5曲か6曲にまでなっています。今日は、まあ、その1曲だけですけれど、クリスマスのイブの喜びに息を歌いたいと思います。
神様の愛に生きよという祈りが声が聞こえるようでしたね。救い主がお生まれになった、もう全地はこの喜びでいっぱいです。響き渡ります。主よ、ありがとうございます。今年は本当に辛い年でしたが、辛い事件や悲しい出来事があると、つい私たちは、ていうか私は、神をどうしてですかって、あなたがおられるのにどうしてですかと問うてしまう、本当につい通ってしまうんですが、その時にいつも返ってきた答えが一つあります。賛美を与えただろう。
総北の大震災の時には私がなぜ十字架にかかったと問うのか、まるで十字架に意味がないのかと言われているような答えでした。でも賛美を与えてくださった。賛美は神様がもう十字架に願われたと同じ愛を持って与えられたものなのだと思ってきました。だから賛美することによって癒しがなり平和がなると信じています。もうこれまでももちろん賛美してきたんですけれども、もうこれからもなんか永遠までキリストを賛美続けたいと改めて主のお誕生を祝う日に思いました。では光を待つを賛美します。これも今年与えられた賛美です。この賛美が与えられた時、なんかたくさんのものが一緒に賛美したいって加わってきました。私はもうすべてのものがこの神の光を待っている。いや、光を知っているものもなお光を待つ。神の愛に私は生きたいからだと思っています。では大いなる神が糸小さき
赤子として生まれてきた。全宇宙を作られた大能の神は今や小さな小さな赤ちゃんとして生まれてきた。なんという神秘か。神はあえて人の弱さの中に姿を表した。この世に生きるとは、少しでも強くなりたい、強くなって自分の存在を主張したい、本能的にあなたも私も強さを思考する。しかし神は弱く、なんと赤子の姿になって現れてくださった。それはあなたの弱さを守るためであります。あなたは、私は、本当は弱い存在ではないか。もう自分でも自分の存在をコントロールできない。本当に弱いんです。だから神は御子イエス・キリスト様を赤子として、弱い存在として あなたの中にお生まれになった。今宵はクリスマスイブ、私は弱くされた、本当に弱くされた。しかし弱くされたがゆえに、もう神様を、御子イエス・キリスト様を信じ、この方に全てを委ねるしかない。だから悟るのです。私は弱いがゆえに、なんという感謝だろう。クリスマスイブ、その弱いあなたに、弱い私に、御子イエス様がお生まれになった。私の弱さを徹底的に味わい、生きてくださる方、
私は弱いがゆえに感謝、感謝、神の御子がお生まれになったのです。キャンドルの光は あなたの希望であります。キャンドルの光はキリストの望みであります。今宵弱さのただ中に現れてくださる御子イエス・キリスト様、あなたに心からの感謝を申し上げます。アーメン。
キリストイエス様、この地にお生まれくださってありがとうございます。私たちのために弱い弱い赤ちゃんとなってこの地に使わされてこられました。弱いものを支え生かすために、悲しむものに喜びを与えるために、痛むものに慰めを与えるために、争いのあるところに平和をもたらすためにあなたは生まれてくださいました。あなたの光がなければこの地は闇のまま、悲しみのまま、痛みのままです。あなたの光によって私たちは希望を与えられました。生きる喜びを与えられました。そしてあなたの愛を知りました。今年ほどあなたの愛が迫る年はありませんでした。主よ、ありがとうございます。あなたのお生まれを感謝し、そしてあなたの光を永遠までつないでいきたい、すべてのものにつないでいきたい、そして天と地をつなぐものでありたいと願います。主よ、ありがとうございます。アーメン。Thank you.
まことの光なるキリスト、その光が、そうだ、すべての人に来た、例外はなし、あなたのところに、どんな暗闇の中にいたあなたにも、まことの光が来たのです。そして闇は光に勝たなかった。まことの光、キリストイエス様、あなたの光が来ました。私はあなたの光の証人です。ありがとうございます。キリストの光をありがとうございます。まことの光。私はあなたの光を信じ、あなたの光によって生きます。聖なる方は光である。聖なる方は愛である。聖なる方は命である。父なる神、御子イエス・キリスト、聖霊の御御名により、クリスマスの喜び、永遠の日に至るまで、すべてのものと共にありますように。アーメン。恐れるな、見ろ、すべての民。
この大きな喜び、本当に作られたすべてのものに伝えられ与えられましたよね。巫女はお生まれになりました。クリスマスの喜びを共に喜びたいと思います。メリークリスマス。神の御子イエス・キリスト、お生まれになり、永遠の命が あなた方に、私たちに与えられた。天を喜べ、地を喜べ、地の下を喜べ、御子イエス・キリスト様がお生まれになった。
永遠の命が与えられた。父なる神、御子イエス・キリスト、聖霊の御名により、クリスマスの祝福、永遠に一同と共に、全被造物と共にありますように。アーメン。メリークリスマス。